東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠の AP ジェットゲートに入って体勢が整いました。スタートしたハートレイン、これは好スタート。桜栄光王この馬も好スタートを切りました。大方の予想通り花を切ったのは桜栄光王、続いてハートレイン、その外に藤山健山、その隣に AP ジェット、その外に堂島無敵、緑の帽子成田キング王、その後ろ内からは大輝マーシャル、並んで10番東海太郎、内からはクラウンシチー、シャンクシー、その内に続いています。内からは山のルーズ、これに続いてフレストシンボリ、その隣に稲妻高王、その外からインターマイウェイ、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。さあ先頭は依然として12番桜栄光王、2番手の藤山健山、先頭を捉える勢いです。桜栄光王先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手は藤山健山、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。トロットサンダーいい足、ここから勝負をかける。最後の追い比べ、先頭は山のルーズ、山のルーズ先頭、2番手はハートレイン、山のルーズ、山のルーズ1着、2着にはどうやらトロットサンダー、見事に勝ちました。山のルーズ、トロットサンダー2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってメジロクレッセ、メジロクレッセ先頭、2番手は防衛コスモス、追いすがるノーブルステディ伸びてきた、ここから勝負をかける。ここで先頭は進行キング、残り 100m 防衛コスモス抜けた、当選マーチン迫る、2頭がほぼ同時に突っ込んできました。防衛コスモス、当選マーチン、当選マーチン1着、2着は微妙です。勝ったのは当選マーチン。
今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠のスカイターンゲートに入って体勢が整いました。スカイターン好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスカイターン棚に立ちます。その後ろからは前のトップガン、この馬も上がっていく構えです。さらには桜キャンドル16番、レガシーワールド、その後ろ萩のリアルキング、後ろからになりそうです。では前の方から加熱クロス先手を取りました。その外からスカイターン、前のトップガン好位をキープ。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。1番人気の前のトップガン現在先端に取り付いています。大気ブリザード前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から先手を取ったのは加熱クロス、大気ブリザードそれに続いています。その後ろからはスカイターン、これに続いてレガシーワールド好位置をキープしています。前のトップガン 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として12番加熱クロス、スカイターンほとんど差がありません。大気ブリザード3番手、前のトップガンいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は加熱クロス、スカイターン、その後ろ大気ブリザード、その後ろ前のトップガン好位を追走、桜ローレル続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。加熱クロス先頭、前のトップガン先頭、2番手は加熱クロス、残り 200m、前のトップガン先頭だ。前のトップガン先頭、2番手は大気ブリザード、前のトップガン山のブレード、1着2着にはどうやら前のトップガン、見事に勝ちました。山のブレード、前のトップガン2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。カーブから直線コースに向きました。ここで先頭はチックスウエスト、後続馬も足を伸ばしてきました。チックスウエスト、さあ果たしてこの足色はどうか。残り 200m、 後続を引き離す山のクイーン、足色は衰えません。2番手はエアウィングス、山のクイーン今ゴールイン、段違いの強さです。山のクイーン1着、2着はエアウィングス、これは桁外れの強さだ。山のクイーン
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭に立った山村セーヌ先頭、ここから引き離しにかかります。2番手はエトワール・アロー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。山村セーヌ1着、2着はエトワール・アロー、1番人気に応えました。山村セーヌ見事です。